って同期っていうのはさ、うん、ずっとこう今みたいに50代おじさん選手、うんうん、になっても特別な感じなの。そうだね、うん、やっぱ違うよね、こう同志みたいな。あ、一緒に苦楽を共にしてきた仲間みたいな。別にそんなべったりいるわけじゃないけど、うん、やっぱ会った時は、うん、なんかなんとなくホッとするし。ああ、やっぱそうなの、うん、お互いまだまだ頑張ろうぜ的な、うん、長年いればいるほどさ、うん、やっぱ新陳代謝、うん、とかもある世界だからさ、ね、若い元気な選手がいっぱい入ってくるからね、うん、頑張ろうぜって思ってくる、うん、もう結構上の世代になってきてるからさ、みんな、うん、じゃあまずは同期が出てくれるかな。同期ね、出てくれたらいいね。うん。みんな恥ずかしがり屋かな。そうでもない人もいるけど、うん、これはいいよって感じの人も多いから。これはいいよみたいな、うん、いいよじゃなくていいよみたいな、うん、でもオートレースをさ、うん、活気づけようと思ってやってるっていうのも、うん、春久さんはあるわけでしょ、うん、まあ、宣伝じゃないけど、うんうん、まあ、この前ね、サンケイスポーツに記事載せてくれて、うん、この動画のチャンネルも書いてくれたけど、私見てないんだけど、ネットでは見て、うん、実物の新聞は見てない。聞いたらなんか九州では手に入らない、売ってないみたいで。え、サンケイスポーツって全国新聞じゃないの？全国新聞だと思うけど。でもう九州では売ってない。うん、売ってないらしい。一部もらえませんかって言ったら、こっちには売ってないんですよみたいな。へぇ、広島ぐらいから上、うん、じゃないと買えないみたいな。いつだっけ、6月12日だっけ、12日、12日のサンケイスポーツ持ってる人いたらください。くださいって言ってもどうやってだよって感じ。まあ、そのトレーの動画じゃなくて、あのサンケイスポーツの佐藤さん、佐藤さん、佐藤さんのチャンネルのことも記事にしてくれてありがとうございます。ありがとうございます。なんかもともと見てたんでしょ。そうそう、うん、取材レースのこと喋って、うん、なんか他にアピールすることありますかとか聞かれて、うん、あ、じゃあ井上さんが YouTube やってるんで、うん、はい、次の日かな、バイク乗って会話してるやつですよねみたいな、うん、って、うん、あ、やっぱ知ってたんだ。あの、知ってて記事にしてくれようとしてたんだな、うん、ありがたいな。アピールありますかみたいな、うん、ここで言っとけって感じだったのかな、うんうん、結構ね、オートレースの宣伝にもなるしみたいな、うん、一部物議を醸し出す場合もあるけど、ね、物議を醸すというか一部の選手がちょっと出てくるだけだけど、私はさ、別に野球のチャンネルだったけどさ、うん、伝えたいことは一緒でさ、うん、見てくれてる人たちが元気になったり、うん、ちょっと勇気を与えてもらえたりとか、うん、あ、もうちょっと楽に生きていいんだなって思ったり、うん、そういうのをこのチャンネル見て、うん、少しでも感じ取ってもらえればいいかな、うん、それしかないからね、うん、野球だろうがオートレースだろうが同じことしか言ってないから。うん、曲がるの？あ、曲がらないのか、またやってた。そう、だからその内容がさ、うん、川口の後輩選手も言ってたけど、うん、こっちが伝えたいことを、うん、その選手には伝わってたんだよね。あ、そうなの、うん、名前は言わないけど、うん、そうそう、選手には、うん、こっちが本当に伝えたいと思ってる部分を受け取ってくれてた、うん、そうそう、どういう部分、ね、だからこっちが何が愛かっていう、あ、愛の部分、うん、ことを考えてやってるっていうことを、うん、
多分結構そういうところを理解して応援してくれる選手、うん、いっぱいいると思いますよって。あ、そう。ただなかなかね、うん、こう本音を口に出して言えないみたいなところがあるから、上下があるしね、うん、誰もあんまり言わないでしょうけど、うん、気づいちゃいるけど見ないようにして、うん、そういうの多いからね。でも応援してる人は多いと思いますよって言ってくれたからね、うん、なんで分かんない人は分かんないんでしょうねってことも言ってたから、ね、あ、まあ俺はそれは思うけどね、うん、なんで伝わんねえんだろうなっていうのは思うことあるから、ね、でも私たちはさ、うん、離婚してるじゃんお互いに、うん、だからどんなに心から話し合っても、うん、全く話が通じ合えない相手っているんだなっていう経験してるじゃん、ね、いるねお互いに何を言ってるのか全然わかんない、うん、別の世界にいるみたいな、うん、お互い好き同士で結婚してるはずなのに、うん、それ出ても、うん、ある日突然全く話が噛み合わなくなるあれだね、俺もしずさんも前の相手は、うん、外から幸せそうに見れれば相手の気持ちはどうでもいいみたいな。ああ、そうそう、世間体が大事みたいな、うんうん、外面大事みたいな、仲が悪かろうが、うん、表面的に仲良く見えてればそれでも、うん、まあ、こっち的にはなんだそりゃって感じだけど、うん、私と春久さんは夫婦なんだから気持ちがつながってなきゃ意味ないでしょ、うん、っていう肌っていう感じです、うん、まあ、価値観の違いっていうのかな、それが、うん、だから本当に話が噛み合わない同士になる人もいるっていうのは分かってることだからね、うんうん、だし自分はもう学生時代からさ、うん、私の言ってること、うん、をこう心から意味分かって聞いてもらってる感っていうのはさ、うん、ずっと少数派だったからさ、うん、少数派なんだと思うよ、こういう感じ。少数派だけどさ、うん、ね、もうチャンネル登録してくれてる人が、うん、もう1000人に迫る勢いなわけで、でもほら、1万回、2万回見られててんだよ。だからすごいよ。え？え？ってだって今までその話が通じる人がいないと思ってたの。ああ。うん、しずさんも的にも俺的にも。ああ。それを面白いって思ってくれる人がさ、もうすでに1000人ぐらいいるってことだからさ。ああ。すげえことだ。そうだね。伝え方がうまくなった。なくなったのか、価値観が変わってきて、ああ、話を聞いてくれる人が増えてきたのか、ああ、聞けるようになった、うん、見えない世界の話を聞けるようになった、うん、そう。しずさんが野球の動画、上げた動画の中で一番見てほしい動画は？野球の動画で？うん、見てほしいはないよ。見てほしいはない。だって人が決めることだから。そらそう、一番気に入ってる動画、自分が上げたくて上げてるでしかない、うん、一番気に入ってる動画、もう野球の動画を上げなくなった理由を考えると、うん、もうそれで満足したんです、うん、私が伝えたいのはこれだっていう、うん、もう野球に対して何も言うことはないので、うん、ぐらいの、うん、キリ感があるのは、うん、野球のやめ。野球のやめ。全然再生回数伸びないけど。伸びてないね。だけど、今はみんな受け入れられないんだと思う。うん、未来から見てるから。時代が早すぎる。なんか、そうやって言うとかっこいいけど。うん、確かに、あれを受け入れられる野球関係者は、うん、まだ少ないだと思う。うん、特に少年野球界で、うん、だけど結局オートレースの動画でも同じようなことしか言ってないからさ、うん、でもオートレースにはこうやって広がってるじゃん。そうだね、結構広がってるね、うん、だから受け入れられてる、ね、オートレースの方が
球より先に進化とか発展とかするのかなと、変わっていけるのかな、変わろうとしてるのかなって思うんです、テンションしようとしてる、野球界は人口もすごいし、ね、人口もすごいし規模もでかいから、変化するっていうのは、まあ時間かかるよ、発展していこうと思うんだったら、あと何様なのってなるかな、なんないでしょ全然何様とも思ってないんで、私はこう思うっていう、自分の意見を言うと威張ってるとか偉そうだとかっていう風に取られるからね、なぜか日本では特に女の人が言うとそういうこと言われやすいよね、言われやすいね、こんなに何がわかるの、で、おっさんたちは可愛げがないみたいな感じで言うかも、可愛いか可愛くないかは私が決めるわけ、